体から魂が抜け出して、しばらくの間はその場にとどまり続けるんだって。それからお迎えはやってきて、暗いトンネルを抜けると綺麗なお花畑が。それって天国？だと思う。でも悪いことしたら地獄に行っちゃうんでしょ？多分ね。私は お星様になりたいな。石形さんが言ってたのは、人は死んだらお星様になるんだって。星になんかなってどうするの？流れ星になるの。光り輝くんだって。それからどうなるの？ほとんどは燃え尽きて空の中に溶けていく。その後は？さあ、よくわからないけど、いつかは地上に降ってくるんじゃない？その後は？土になって植物に吸収されて、それを食べた動物たちを最後は人間が。 だったら私は流れ星になりたいな。流れ星になってプラズマとかいうやつになって、それからいろいろあって最後は別の人間に生まれ変わるの。別の人間？そう、今とは違う普通の子供に。 両手は頭の後ろに。そう言ったはずだが。武装集団に乗っ取られたバスは現在も都内に向かって走り続けています。何だ？頼む、下ろしてくれ。金なら、いくらでも。
乗客は無事なのでしょうか。ご覧の通り全員無事よ。前の扉は使えないか。みんな後ろから出よう。 なるほど。黒幕のご登場ってわけか。本当ならずっと客席にいたかったんだけど。ねえ、ちょっと何なのよあんた。さあ、ひざまずいて両手を頭の後ろへ。どうするつもりだ。邪魔な存在は排除する。悪いけど先に行ってもらうよ。先に？ どうした？なぜ撃たない？さよなら。 人は死んでも星になんかならないよ。お花畑に行くわけでも地獄に放り込まれるわけでもない。お化けとか幽霊とかそんなの全部嘘なんだ。じゃあ人は死んだらどうなるの？無になるだけだ。 消えてなくなるってこと。 大丈夫か？ 助けてくれたのか？
というわけで、イリダツユータン、貴様はユータイリダツしたのだ。ほう、なるほど、ユータイリダツね。って、納得できるわけねえだろ。一体どういうことなのか説明しろ。そもそもお前は何者だ。なんでこんなところにいる。どうして人間の言葉が喋れる。質問が多いのな。全部答えるのはめんどくさいから、とりあえず一つだけ教えてやるのら。オイラの名前はチラノスケ。貴様と同じ幽霊なのら。幽霊って、それじゃ俺は死んだっていうのか。安心するのら、まだ死んではいないのら。だから厳密に言うと、貴様の場合は幽霊ではなく幽体ということになるのら。自分のおへそのところを見てみるのら。銀色の紐みたいなものが伸びてるら。それは魂の尾といって、幽体を肉体につなぎ止めているものなのら。おい、紐の先端が床の中に潜り込んでるぞ。その先に貴様の肉体があるってことなのだ。ここは203号室、下の階は103号室だから俺の部屋か。よし、行くぞ。なんだこれ。結界だよ。この部屋には魔除けの護符が貼り付けられているのら。なんでだよ。103号室は俺の部屋だぞ。誰が勝手に護符なんか。貴様の体を奪った人物だろうね。覚えてないのだ。あの河原で気を失った貴様の体に何かが落ちてきたの。あれは魂なのだ。どっかの誰かの別の魂。それが貴様の肉体に飛び込んできたことによって、貴様の魂、幽体は弾き出されてしまったのだ。別の言い方をするなら、憑依された、ボディジャックされたとも言えるのだ。その憑依霊に貴様の肉体は乗っ取られてしまったのだよ。嘘だ。嘘じゃないのら。でたらめに決まってる。じゃあ証拠を見せてあげるのら。証拠？それは現在の貴様の部屋、103号室の様子なのだ。何が見える？俺だ。俺が映ってる。うん。ありえない。録画だとでも？あ、そうだ。だけど、それはニコ生、ニコニコ生放送の映像だよ。リアルタイムのものであることは間違いないのだ。それに、映像の奥、テレビ
針がついてるのが見えるら。ああ、ニュース番組が映ってるの。それじゃ、次はこっちを見るのだ。はい、こちら警視庁前です。バスを占拠した犯行グループへの取り調べは現在も引き続き行われています。今回の犯行の動機について、容疑者たちはバスを乗っ取れば世間の注目を集められると思った。報道機関を通じて政府が隠蔽している事実について広く一般に知らしめることが目的だったなどと供述しているとのことです。同じだ、この部屋のテレビと俺の部屋のテレビの映像が。これで分かったら、録画じゃないって。だけど、だとしたら誰が一体俺の体を。俺は激しく混乱していた。わけのわからないことだらけで、頭が破裂してしまいそうだった。もっとも今の俺に頭という器官があればの話だけど、俺はあの河原で横たわった自分自身の体を目撃し、意識を失った。その後のことは何もわからない。気がつくと俺はこのアパート古来館の203号室にいて、神語を介する謎の猫、自称幽霊のチラノスケと出会ったのだった。チラノスケは言った。俺の体は何者かに乗っ取られてしまった。その結果、俺の魂は弾き出されて肉体から離れてしまったのだと。突然そんなことを告げられて、はいそうですかとすぐさま納得できるはずがなかった。だがその一方で、こんなにもぶっ飛んだ状況を素直に受け入れてる自分もいた。初めてではなかったからだ。前にも似たようなことを。とにかく今は自分の体の奪還を最優先に考えるべきだと思うのら。知ってるのか、その方法を。うん、どうすれば取り戻せる。このアパート、古来館の住人の誰かがとある書物を持っているのら。古代インドの聖典ナンダーラ・ガンダーラという書物は。もしかしてその中に肉体を取り戻す方法が。うん、だけどどうしてそんな書物を住人が。ただの偶然じゃないことだけは間違いないのよ。ちゃんとした理由があって、その人物はナンダーラ・ガンダーラを所持しているのよ。その人物って誰だよ。さあ、そこまでは。おいおい、とぼけるなよ。お前は何もかも知ってるんだろ。俺の名前も知ってたし、それ以外のことも。ちゃっちゃとナンダーラガンダーラを探しちゃってよ。それを見つければ元の体に戻れるって言ってるんだからさ。
なんか口調変わってないか。多重人格なのら。それにしても本当にこいつは何者なんだ。人語を介する猫の幽霊、それだけでも十分不可解だというのに、あらゆることを知っているかのような口ぶり。信じていいのか。いや、信じざるを得ないのか。この状況では。わかったよ、お前の言葉に従おう。うん、正しい選択なのら。で、どうすればいい。住人の部屋の捜索、まずはそこから始めてみるといいのだ。了解だ。あ、いちいちドアを通る必要はないのら。貴様は幽体なのだから、壁や天井を自由にすり抜けることができるのら。それからもう一つ、最後に忠告を。くれぐれも二度続けて興奮しないように。二度続けて。うん。そうするとどうなるんだ。人類が。人類が滅亡してしまうのだ。は？とにかく、ナンダーラガンダーラを探すのら。貴様が肉体を取り戻せば、何もかもが平穏無事に解決する。以上、健闘を祈る。さらばだ。おい、なんだよそれ。ナンダーラガンダーラを探すのら。ここは101号室、ナルギのミカタンの部屋だ。ミカタンのタンは設備語ではない。つまりミカちゃんを幼児語化してミカタンと称しているわけではないということ。ナルギのミカタンはタンを含めて彼女の本名らしいのだ。だがそうは言っても彼女のことをミカタンと呼ぶのは抵抗がある。そこで俺は名字の方、ナルギノという姓で彼女のことを呼んでいる。おかしいな。どこにしまったんだっけ。おいナルギノ、ナルギノ、こっちを向いてくれ。困ったな。あれがないと大変なことになっちゃうんだけど。やっぱりダメか。俺の姿は見えないらしい。おまけに声も聞こえないようだ。ある程度予想していたことではあったが、こうして目の前に現実を突きつけられると改めて愕然とせずにはいられなかった。早く何とかしないと。
ここは201号室。ダイハツメーカの部屋だ。メーカの年齢は聞いていない。おそらく高校生ぐらいだとは思うのだが、学校には行っていないようだ。いつもこの部屋で何か機械類をいじったり研究らしきことをしている。今も何かを作っているようだが。僕はインベンター、君はインバイトハー、君はインベーダー、これはインバーター。メーカーは頭がいいのか悪いのか、知識があるのか無知なのか、たまに分からなくなることがある。例えば、お届け物です。は？昨日宅配便の兄ちゃんが来てな。でもお前おらへんかったやろ。せやから代わりにうちが。なんな魔法の鏡号って。あ、なんでもねえし。なんでもあるやろ。いいから。まあええわ、見ればわかることやし。見る？一巻だけ貸してもろたんや。で、これからナルギドの部屋で鑑賞会を。ここは202号室。秩父ラブラの部屋だ。ラブラはまだ帰ってきてないのか。一つ積んでは父のため、二つ積んでは母のため。こちら例のお悩み何でも解決、霊媒本舗おばあちゃんと一緒です。大変申し訳ありませんが、ただいま外出中のため電話に出ることができません。ピーという発信音の後にお名前、お電話番号とご相談の内容をお話しください。ここは102号室。引き渡に糸の部屋だ。糸は。寝てるみたいだな。やっぱりダメか。中に入ることはできないみたいだ。それにしても、俺の体を乗っ取った奴は一体何を企んでるんだ。肉体を奪われただけでも十分腹立たしかったが、どこの誰かもわからない奴に自分の部屋を占拠されているという事実も不愉快極まりなかった。姉貴だってきっと怒るだろう。何しろこの部屋にはまだ姉貴の私物がたんまりと残っているのだから。俺が越してくるまでこの103号室には俺の姉イリダツ・アキナが住んでいた。年齢は23。
陰性でちょっと変態的なところのある変わった姉だ。その姉がアメリカの大学に留学することになり、古来館を離れることになった。姉はこの部屋に愛着を持っていた。留学を終えたらまたここに住みたいと姉は言った。そこで俺が彼女の部屋を譲り受け、代わりに住むことになったのだ。俺は17歳の高校生だが、俺が一人暮らしをすることについて両親は反対などしなかった。なぜなら俺には両親なんていないからだ。俺と姉は信州の山奥でじっちゃんに育てられた。そのじっちゃんもすでに他界し、今俺にとって身内と呼べるのは悲しいかな、変態の姉だけしかいない。まあとにかくそんなわけで、この部屋にある家具や電化製品の類は全て姉貴のお下がりだ。机も布団もテレビもパソコンも。もちろんだからといって見知らぬ何者かに部屋を漁られてもいいということにはならない。一刻も早くナンダーラガンダーラを見つけ出し、肉体を取り戻さなければ。ここは203号室。さっきチラノスケと話した部屋だ。今はもうチラノスケの姿はない。閑散とした部屋。それもそのはず。もともとこの203号室は空き部屋だったのだから。大家の話によると、もう長いことこの部屋には誰も住んでいないという。そんな部屋になぜ人魚を介する猫の幽霊がいたのか、理由は全くもってわからない。そもそもあいつの存在自体が謎めいているので、推測のしようがなかった。わあ！うわ！びっくりした？なんだよ突然。気になったから戻ってきてやったんだ。それはそれは。で、ナンダーラガンダーラは見つかったのだ？あ、いや、まだ一通り部屋を回っただけだし。手がかりは？あ、そういえばナルギノが何か本を探してるみたいだったけど。それやきっとその本こそが我らが探し求めている古代インドの聖典ナンダーラガンダーラに違いないのだ。本当だろうな。多分かよ。私、鍵なんて閉めたっけ？どうしよう。これじゃ取り出せないよ。大事な大事な本なのに。とりあえず、本のありかは分かったのだ。あとは引き出しの鍵を見つければ。見つけるだけじゃダメなのだ。ちゃんとミカタン自身がその鍵を手に入れないと。どうして？わけは後で説明してやるなら。というわけでイリダツユータン、
貴様に指令を下す。引き出しの鍵を見つけて味方にゲットさせるのだ。とにかく鍵を見つけないと。確かハートの形をしてたと思ったけど。ハート型の鍵か。あった、ハート型の鍵、これだな。だけどどうしてメイコの部屋に。まあいい、とにかくこいつをナルギノのところに持っていけば。ここはオイラのイリュージョンワールド。オイラの霊力を使って貴様に幻影を見せているのだ。こういう演出って大事じゃん。ねえ、その特殊な能力っていうのは。簡単に言うと超能力みたいなものだね。物理的に干渉することなく物体を動かしたり、遠隔投資したり、資源波を送ったり、そういうことが普通にできちゃう便利で楽しい不思議な能力のこと。この俺にもその能力が？もちろん。なんだ、だったら簡単じゃないか。その霊力とやらを使って鍵を移動させれば。甘い。夏休みに帰省した時、親戚のおばちゃん家で出されがちな麦茶よりも甘い。貴様の霊力レベルはまだゼロ。称号で言うと霊術師見習いクラスのひよっこに過ぎないのだ。そのレベルで鍵を移動させるなど少子。だけど俺にも力はあるって。確かに力はある。でもその力はまだまだ微弱なものに過ぎないのだ。つまり鍵を動かすには霊力レベルを上げる必要があると。その通り。どうすればレベルアップできる？うん、その前に一つ質問。幽霊はなんで人間を怖がらせると思う？さあ、っていうか幽霊は別に人間を怖がらせようと思って怖がらせてるわけじゃないだろう。人が勝手に幽霊を見て怖がるだけだ。それは違うのだ。だったらどうして幽霊は明るい場所や騒がしい場所にはめったに出現しないのだ？幽霊が出るところといったら大抵は薄暗い場所や静かな場所、人気のないところと決まってる。言い換えると幽霊は人間が本能的に恐怖を感じそうなところを狙って出没していると言えるのだ。なぜか。幽霊の目的は
人間を怖がらせたり驚かせたりすることにあるからなのら。そんなことして一体何の得が。ぶったまをゲットできるなら。ぶったま？人間が恐怖を感じたり驚いたりした時に飛び出る魂のかけらのこと。めちゃめちゃビビった時にはたくさんのぶったまが、ちょっとしかビビらなかった時には少しだけぶったまが出る。幽霊たちはみんなそれを集めてるのだ。集めるとどうなるんだ。貯めたぶったまの値が規定値に達すると次の霊力レベルにステップアップできるのら。それに合わせて称号のランクも上がる。ランクが上がると何かいいことか。まあいろいろと。最終的には霊界にも行けるようになるし。霊界がどんなところなのかは知ってるのら。最高にハッピーでピースフルな手地肉林の楽園なのや。だからその楽園を目指して幽霊たちはみんなぶったまの回収に勤しんでるってわけか。そういうこと。わかった。とにかく霊力レベルを上げるにはぶったまとかいうやつを集めればいいんだな。ところで、チラノスケ。ん？鍵の件だけど、お前が霊力を使えば済む話なんじゃないのか？俺なんかよりも、お前の霊力レベルの方がはるかに高そうだし。はぁ、都合が悪くなると寝るのか。ぶったまげさせるのら。人類の未来は貴様の双剣にかかっている。はいはい。さあこの部屋で思う存分ぶったまを集めるのら。なあ、なんでこの部屋に移動したんだ。オイラの見立てではこの部屋ならより多くのぶったまが集められる。気がするのら。はあ、大丈夫かよこいつ。私鍵なんて閉めた覚えないんだけど。どうしよう。本が
取り出せないよ。シラノスケ、これは？時間が止まったのだ。時間が？幽霊や幽体は時間を止めることができるのだ。いや、もっと正確に言えば、時間という流れの中に停滞できるというべきか。うん。例えば、川に流した笹舟は放っておけば川と同じ速度で流れていくだけだけど、笹舟にモーターとスクリューがついていれば、川のある地点にとどまり続けることができる。ここでのモーターとスクリューは、貴様の霊力を指すら。わかったような、わからないような。じゃあ、シンプルにこう考えてみたら？幽霊や幽体は、時間に関する物理法則が適用されない存在なのだ。したがって、幽霊や幽体は時を自在に操ることができるのだ。とにかく、これだけは覚えておいてほしい。霊力を行使できるのは、要するに、いたずらを実行できるのは、時間を止めている間だけ。古来館の住人が見ている前でリアルタイムに霊力を使うことはできないから注意するらよ。くそ、ナルギノのやつ気づいてくれないみたいだ。あれ、ぶったまが出てこないな。ぶったまげさせられなかったからな。つまり、いたずらしても驚かせることができなければ、ぶったまは手に入らないと。うむ。さっきも言ったが、貴様が今使える霊力の回数には限りがある。ぶったまげない外れ面を選ばないで、ぶったまの手に入る当たり面を的確に選んでいくのらよ。見事、ぶったまをゲットしたのら。どうしたのら？嬉しくないのら？あんまり。どうして？ぶったまって、魂のかけらなんだろ？いいのかよ、そんな大事なもんもらっちゃって。ああ、そんなことを気にしてたのら？大丈夫なのら？今ぐらいの量のぶったまだったら、5、60個もらったところで死にはしないのら。例えるなら、大木の枝から葉っぱを1枚拝借するようなもので。そっか。それに、欠けた魂は一晩も寝れば完璧に回復しちゃうしね。だから気にせず、ガンガンぶったまを集めていくといいのら。
これでようやくハート型の鍵が動かせるぞ。